こんにちは、たけチャンネルです、今回はですね、こちらアセットの週刊黒金の城マジンガー Z を作る、こちらの43号ですね。43号の組み立てやっていこうと思います。はい。で、今回もね、引き続き、フレームの組み立てをやっていくっていう形なんですけれども、今回のフレームね、ちょっとね、僕もね、おってなるぐらい驚きの機構があったので、よかったら最後まで見ていただけたらなと思います。ちょっとね、今まで作ってきたアセットシリーズの中で、アセットとかこの週刊作るシリーズの中でね、一番ちょっとおーってなった機構かもしれないなので、よかったら最後まで見てみてください。というわけでやっていきましょう。はい、それでは43号やっていきましょう。43号は、股関節フレームの組み立てっていうことで、入ってる部品はこんな感じになります。で、この部品と前回のこのフレームのパーツ、あと40号についてたこのフレーム E、このパーツを全部組み合わせていきます。はい、というわけでやっていきましょう。で、まずはこれ全部出してあげて、で、このボルトとワッシャーはスプリングワッシャーはね、ボルトが2種類あるんで、スプリングワッシャーもそれに合わせて2種類入ってますね。よいしょ。で、出してあげて、ちょっとね、今このビルの看板の工事してるからすごくガサガサうるさいんですけど、気にせずやっていきましょう。で、まずは、このパーツを、これと組み合わせていくんですけど、ここにね、切れ目が入ってるんですよね。ここに切れ目が入ってるんで、それが内側を向くように、こう向くように取り付けます。セットしてあげて、で、ここをこのボルトで固定してあげる。よいしょ。ここを、ここをセットして、ビスを固定。これね、説明書ね、一通り読んだんですけどね、これがね、実際どういう風に動くのかが全く想像がつかないんですよね、現時点では。ちょっと組んでみてどうなるかがちょっと楽しみなんですけどね。で、次に、このパーツを、この後ろ側に取り付け、ネジ位置を合わせて締めると。若干はみ出るのはこれいいのかな。なんか説明書の絵を見る感じもちょっとはみ出てるから、まあ、多分大丈夫なんでしょう。なんかちょっと気持ち悪いですけどね、ここはみ出ないように調整してほしかったですよねちょっと気になっちゃう。こういう感じで2つのパーツがここにくっつきます。
はい、そしたらこのパーツを、前回のこいつと合体で、向きがこの向きかな、こっちが 前を向くようにしてここに取り付けてあげて、で前回付けたあのシャフトに固定してあげます。全然構造が分かんないでしょ今のところ。これももしねネジ位置が合わないようやったら、前回のねここのボルトを緩めてあげて位置を調整してあげるといいと思います。ただまあ今回僕はうまいこと言ったんでこのまんまいっちゃいます。よいしょ、こうとこうで固定してあげると、これでね一応こういう風な可動がねほとんど動かないんですけどね、可動がついたんですけど、こっからね謎のパーツがつくんですよ。これを取り付けたら次ここにこういうパーツがつきます。こういうパーツがここにこういう形でつくんですよね。なので可動がねほとんどなくなっちゃうんじゃないかなっていう気がするんだけど、これどういう構造になるんだろう本当に。ここと、ここと、ここを固定。はい、こういう感じ、こういう感じになります。で、この後この上からこっちのでっかい方の六角を使ってこの真ん中を固定します。そう、真ん中を固定しちゃうんですよこれ。ってことはね可動がしなくなっちゃうんじゃないかなっていう気がするんだけど、あれちょっと待って、六角のサイズが合わないぞ。違うわ、もう一個太い六角。よいしょ、はい、ごめんなさい。ちょっとね、ワンサイズ大きい方の六角でここをぐるぐるっと固定。よいしょ、こういう形になります。そうするとどう、あ、すごい、あー、あのね、前回の動画の時僕ここの関節シリコンチューブのテンションだけやから弱いって言ってたと思うんですけど、あの保持力が全然ないって言ってたと思うんですけど、今回のこれをつけたらちょうどいい感じのあの感じになった上に、これ真ん中のこのメインフレーム見ててくださいね、曲がるんですよこれすごい、これほら、これ手でグッてやった時はねあんま曲がんなかったんですけどね、すごいこれ曲がるんだ、ほらすごいようできとるわこれは。でこの硬さもねちょうどいい感じに結構硬くなってくれました。これだったら多分ある程度支えれるんじゃないかな。はい、
こんな感じ。これ、手で手でグッてやった時曲がらんかったのにな。すごい、ほら曲がる。面白、すごいすごい。はい、こんな感じ。だから見た目的にも構造的にもちゃんとこう背骨みたいな感じになってるんですね、これがね。すごい。はい、こんな感じ。これで一応今回の作業は終了になります。はい、で、次の、44号では、股関節の組み立てっていうことになるので、多分股関節で41号に入ってた関節軸のパーツを使用するんじゃないかなと思うので、また来週も作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今までのね、他の習慣何々を作るシリーズとはちょっと一線を画すようなこう作りのこだわりを感じますね、これね。はい、なので来週も楽しみにしておこうと思います。はい、というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。